どうも、カルダノにご参加中の皆様、あ、ステーキングですね。カルダノステーキングご参加中の皆様、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、やれやれだぜって感じですけどもね。今回ね、1月31日に、リピさんと対談がまたあるんですよ。もうね、しっかりとね、ステーキングのこと、もう1年間ぐらい私もご一緒させてもらってますけども、聞いていこうかと思いますね。非常に楽しみです。そして、この体のステーキングっていうのは、ステーキング報酬が5日ごとに入るんですけども、肝心なのはですね、もうこの税金のことですよね。これね、エイダの体の価格が変化してますから、もしかしたらですよ、もしかしたら、あまりにも高値をつけた時期が1年間の中にあって、そして、年末に、グッとね、決済するときにグッとね、値段が下がっていると、あんまり体で儲かんないんじゃないかみたいなことにもなるかもしれません。まあでもね、1年単位で見たら山や谷やありますけども、私たちはね、この体の仕組みに、惚れ込んで、運命共同体として、投資をしてるわけなんですよ。ですので、個人的に儲かった儲かんないも確かに、すごく大事なんですけども、この体のプロジェクト、ステーキングを成功することもやっぱり同時に、願っていかないといけないかなと思いますね。死を殺して公に生きるというふうなことを言うとね、ちょっと大げさですけども、個人的な利益もちょっと気にしながらね、全体的な人類を救う素晴らしいミッションにもちょっとね、意識を向けていきたいなと思います。それだけのね、大事業だと思いますんで、この体のに参加できたことを本当誇りに思えるような、そんなね、時間にしたいと思います。では、ちょっと難しいこといろいろ言いましたけども、1月31日21時からよろしくお願いします。リピさん、行ってきます。